青色にライトアップされたのは唐津城や佐賀大学美術館、久光製薬ミュージアムです。この取り組みは医療従事者に感謝の思いを伝え、今後も第2波など感染拡大への注意を呼びかけようとイギリスから始まったもので、国内ではおよそ400の施設が参加しています。ライトアップは当初昨日までで終了する予定でしたが、唐津城や久光製薬ミュージアムは当面延長することになりました。今月の唐津城のライトアップは午後6時半から午後10時までです。